最高だわ。めっちゃキウイ。もう狙いのやつがさ、一撃で出るとめっちゃ嬉しくて。あのね、このガチャシリーズ、俺の大好きなさ。ポケモンのガチャがあってさ、パッとラインナップ見たら、あの、ポケモン根付けって書いて、お、ポケモン根付けかみたいな。で、パッとラインナップ見たら、いて、俺大好きな。大好きなあの子がいてさ、もう、あ、これもう出るまで行くしかねえと思ったら、一発で、なんとね、いやでもこういうところで運使うから SEC とかで、ミミッキュゲットコーリン、トゥルトゥルトゥルルー、トーツカルル、見て、ミミッキュ、ポケモン根付けだぜ、キャーかわいい、めっちゃかわいくない？下から覗いちゃうぞ。ミミッキュ、あ、ストラップもマジ根付けみたいになってるね。根付け。あの前のさ、妖怪根付けちょうどここに、あの妖怪の根付けあるんだけど、ほら、ストラップが全く同じ感じになってる。ちょっと、あ、まだ見えねえな。ストラップが見えねえ。あ、こんな感じで。ほら、同じになってるね。同じ、あの似たような感じになってて。で、ここに、名前書いてんのかな、これ。これ何も書いてねえよ。なんだこれ。これわかんないけど、これ名前書いていいのかな。これユーザーワールドって書いておこうかな。あの、ネームプレートみたいなやついて。やった一発でね、あの、ポケモンのやつけどね、ミミッキュゲットできたんだよね。他のラインナップもね、いやでもね、他にもちょっと欲しいな。あと、ホゲータとかね。欲しいのあったんだけど、ちょ、一発で出て嬉しくなってさ、めちゃめちゃ、みんなに報告して、ニャオハでしょ、ホゲータでしょ。クワ、いや、クワスもいいな。で、ピカチュウとミミッキュ。でも俺大好きなミミッキュがいたからさ、パルディア地方の旅立ちの3匹、3匹の根付けマスコットに登場ということで。いや、最高だったね。でも俺、ホゲータが一番好きだから、この中では、ニャオハとホゲータと食わす。ホゲータもちょっと狙い目だったよな。で、ピカチュウがいる。ピカチュウはこういうシリーズ絶対いるからね。ピカチュウ。で、ミミッキと。いや、嬉しかったな、ポケモン根付け。パルディア地方編。ポケモン、これいろんな編あんのかな？ポケモン。なんか昔結構あったような気がするんだけど、根付けシリーズ。今あんま見ないよね。最近だとさ、あの、妖怪根付け、あの、煙の森で、妖怪根付け復活してくれた。まあ、第2弾とか3弾出るかわかんないけど、とりあえずあの、根付けシリーズどんどん出してほしいよね。ドラゴンボールだとブロリー根付けとかめっちゃ欲しくない？で、ミミッキュ、ポケモン根付けのミミッキュ根付けをゲットできたし。いやー、自分の好きなキャラが来ると嬉しいわ。このストラップも黄色で色合ってる感じがすごくいいよね。ということで今回はね、一撃でミミッキュをね、ゲットできましたっていう。いやー、しかもクオリティ高いね。ちゃんとあの、根付けのさ、あの、ストラップになってて、いい感じ。これだと、あの、これ、ストラップ強いからさ、つけてても落ちないんじゃないかな。あとはね、ホゲータ欲しいから、ちょっともう一回、やってこようかな、あったら。ホゲータ、まあ、全種狙えれば全種いくけど、まあ、とりあえず一番欲しいミミキがゲットできたので、みんなもぜひ、ゲットしてみてくださいということで、まあ、こんな感じの商品ね、ストラップもしっかりしてて、フィギュアも、ね、ちゃんと作られてるから、いや、いいね、おすすめだね、このガチャはね。ミミキ、あの、上取ってさ、こうやって置いて飾ってもいいしね、台座とか作ったりとかしてね、自分で。いや、嬉しかったな、ミミキ、まさか一発で出るなんて。まあ、目標としてはね、3、4回で出したいなと思ったんだけど、一発で来た。めっちゃ運が良かった。まあ、たまにはこういう運の良さをね、ちょっと見せとかないとね、もうこういう時は運がいい。でも、運悪いイメージがさ、固まってるから俺、めちゃ不良品引いたりさ、SEC 穴開いてなかったり、ちょっと、運悪いイメージがあるから、ちょ、運もいい時あるんだよっていうのをね、ちょ、報告したかった。ありがとうな、ミミッキー来てくれて！ありがとう！お前一生大事でしょ。ちょ、後ろに飾ろうかな。こちらに引っ掛けといてもいいし、とりあえず見ときたいね。いつでも見れるように。いやー、かわいい。ありがとう、ミミッキー。最高、ポケモンのやつけどもどんどん出してほしいな。ミュウツーとかゲンガーとか欲しいのたくさんいるから、また出たらやってくるわ。